今回ご紹介するものはベイシナー製のアクミストラップバイタルグリップという名前のギターストラップです。こちらのギターストラップはギターの純正のストラップピンをそのまま使用して外れないようにロックすることができるパーツがついているストラップになります。純正のギターのストラップピンを使ってどのように外れないようにロックしているのか構造を見てみましょう。引っ掛けるところが2箇所ある構造になっています。下の方になっている部分が一般的な通常のストラップと同じように切れ目が入っていて、それの逆方向になるようにもう一つパーツがついています。この上下に挟み込む形で外れないようにロックしているようです。肩に当たる部分の中にネオプレンのクッション材が入っているので長時間ギターを背負っていても疲れずに演奏することができます。長さを調節できる部分の素材は、見た目シートベルトのような素材に見えます。それでは実際に取り付けてみます。硬くね？むず。お、ついた。いや、これは外れんな。かてー。苦戦しましたが、取り付けられました。ギターを背負ってみた感じも、このクッション材のおかげでかなり肩の負担が低いです。つけるのに相当苦労しましたが、慣れればワンタッチで外せるみたいです。公式の動画だとワンタッチでつけてましたね。で、公式の動画でもこのようにギターを吊るしていたので、ちょっとやってみたいと思います。ボディの下側の方は外しました。こちらの方でちょっと、あ、怖い。あ、おー、怖い。全然外れませんね。大丈夫そうです。怖っ。重たい足でできている5弦ベースでも吊ってみます。ああ、え、大丈夫ですね。真似しないでください。ご覧いただいた通り、かなり強力にロックできます。全然外れません。いかがだったでしょうか。よくストラップなんかですと、このグリップが効きすぎたり、あるいは滑りすぎたりでちょっと使いづらいものもあったりするんですが、これは滑りにくいわけでもなく滑りやすいわけでもなく、ちょうどいい感じです。で、このベイシナーのアクミストラップバイタルグリップを使うメリットとしては、ギターの方のピンを変更することなくそのまま使えるということです。例えばヴィンテージのギターとかでピンをロックピンに変えてしまうと、その部分だけ新ピン等になってしまって、ちょっと見た目が浮いてしまったりだとか、あるいは単純にそのボディのネジ穴を傷めないようにするために変えたくないという人などには、こちらのベイシナーのアクミストラップバイタルグリップおすすめだと思います。
この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。 Twitter、Instagram もフォローをお願いします。ご視聴ありがとうございました。